子供にピタッとプロジェクト。毎週木曜日は子供にピタッとプロジェクトです。橋本さん、今日はどんな内容でしょうか。はい、子供が生まれてから好きだった映画やコンサートから足が遠のいたという方も多いのではないでしょうか。そんなパパやママに創立70周年のプロオーケストラが答えました。元気に動き回る子どもたち。でもここは室内の遊び場ではないんです。創立70周年の歴史あるプロのオーケストラのクラシックコンサート、しかも本番中です。もうすでにそうなってますけど泣いても OK。 オーケストラの高さに合わせてみんながどんどん泣いてください。そして笑って楽しんで。指揮者の言葉に促されるように泣いている子もいますが、手を打ったり目をキラキラと輝かせて演奏に聞き入ったり、すやすやと眠りにつく姿も。そう、今日の大事なお客様は子どもたちなんです。でも演奏会どうでしたか。楽しかった。どういうところが楽しかったですか。なんかドンっていうところ。一体どんなコンサート？オーケストラの前の客席はフリースペースになっていて、小さな子供がオケの演奏を見上げています。このコンサートは0歳児から入場できる、その名もマタニティコンサート。開催したのは福岡市を拠点に活動し、今年で70周年を迎える九州交響楽団です。年間140回以上の演奏会を行う休教でも子ども向けのコンサートは数えるほどで、3歳未満の子どもは入場すらできませんでした。やっぱりクラシック音楽の演奏会っていうのは静かな環境で集中して聞かれたいというお客さんが多いということもあって、全国的にもなかなか入っていただく行けるコンサートっていうのは少ないんですけれども、あえてこの0歳にしたっていうのは、お腹の中から楽しんでいただきたいっていう、年齢関係なくですね、小さい時から音楽生演奏の、オーケストラの迫力に触れてもらいたいということからです。音楽そうですね、聴ける場所とかももうほとんどないので、こんな0歳からなのですごい嬉しいです。たとえオーケストラが演奏中でも大きな声で泣き始めたり立ち上がって動き回ったりと、子どもたちはお構いなしです。でもこのコンサートではお互い様、ぐずった子どもを連れて会場を出入りするのも自由で、他の観客も演奏者も気にする様子はありません。本能で聞いてもらえるっていうのは本当に嬉しくて、これから大きくなった後もなんかきっと耳には残ってるだろうし、体験が心に残ってるだろうと思うので、お腹の中で一緒につながってた時にもうこういうコンサート来たんだよなんて、いう機会ができる、なんかその糸口になるようないい1時間になれたんじゃないかなと思っています。この歌は何の歌でしょう。子供を飽きさせないよう演奏曲に関連するクイズを挟んでみたり、時にはリアクションを求めるなど、クラシックコンサートとは思えないほど会場は盛り上がり、指揮者と演奏者に割れんばかりの拍手が送られました。どれもみんなとても素敵な曲で、またここへ来てもいいぐらいいいな気持ちになりました。今日すごく楽しんでルンルンでした。結構リラックスして後半ちょっと寝てしまいました。姉妹パパですけども、いい企画だなと思います。このマタニティコンサートには子育て経験がある楽団スタッフのホスピタリティがあふれています。
例えばこちら手作りのおむつ交換室です。入りますとわー 1,2,3,4 奥にもあるので5つのスペースがあります。こちらねおむつを交換するベッドにコロナ対策のスプレー、そしてティッシュとおむつを入れる袋、お尻拭き、とっても充実しています。さらにミルクコーナーにはお湯も準備。小さな子どもを連れた来場者に安心して楽しんでもらえるように配慮しました。会場に一歩入られた時から演奏会始まっていると考えておりますので、まあ、会場作りもママに優しいものを目指しています。本当にリラックスして音楽を本当に心から楽しんで帰っていただきたいと思っております。その会場に今回初めて設けられたのが出産前や子育て中のママやパパの悩みに答える相談コーナーです。相談に乗っているのは福岡県助産師会の助産師です。重たいでしょ何やってんの。来場したパパが妊婦体験をしたり授乳の悩みや育児の不安など出産後に助産師さんが相談に乗ってくれる産後ケアサービスの利用を進めていました。妊娠中に助産師と妊婦さんが触れ合う機会があまりないのでそういう機会があってありがたかったです。小さな子供やその家族に喜んでもらうコンサートでしたが楽団員たちも楽しんで演奏しているといいます。間近で見てもらえてその空気感とかもこんな近くで感じてもらえたらいいなと思いながら弾いてました。バッと大きくなった瞬間にうわーって泣いたりとかその音に反応するのがすごく顕著に出てて面白いなと思って見てますけど個人的な希望ですよ。これ今福岡でやってますけども各都道府県でこういうことが頻繁にあればいいと思いますしそのためにそのいろんなサポート行政も含めてですねもっともっとしていただければいいなと思ってます。創立70周年の歴史あるオーケストラから贈られた素敵な音楽のプレゼント、未来ある子どもたちの記憶の中にしっかりと刻まれました。はい、もうみんなが楽しいコンサートですが、子育てをしたことのある楽団員の方の声から生まれたというコンサートで、子どもはもちろんなんですが、子育て中の忙しいパパやママに楽しんでもらいたい、リラックスしてもらいたいという思いで始まったそうです。実際にお客さんの声を聞いてみますと、子どもを産んでからいろんなことに気を使ってきたけどクラシックコンサートなんて夢のようだったという声でしたりとか、子ども向けではなくしっかり聞かせる演奏で感動したという声がありました。指揮者の辻さんにお話を伺ったところ、選曲のポイントは名曲ということでね、大人にも聞き応えがあるコンサートになったのではないかなと思います。でも松坂先生やっぱり子どもが小さいと、ね、クラシックコンサートって一番こう難易度の高い、そうですよね。いや本当なんかやっぱ父親として、母親がずっと一緒にこう日常で接しているのでどっちかというと非日常的なものをちょっとなんか提供したいというふうに思うんですよ。なんですけどやっぱそれと映画だったりとか芝居とかあるんですけど絶対無理だと思っちゃうと思うんですよね。だけど、こういうのがあるとその非日常をちょっと届けられるっていうのがすごくいいと思うんですよね。本当に涙が出るほど嬉しいですね。子供にもいいですししかもなんかしかも本格的っていうのがですね本当にいいなと思いましたね。嬉しいですよね。ただこの素晴らしいコンサートなんですが実は課題もあるんです。妊娠中や子供が1歳までのママはチケット代金が1000円と2公演合わせて1000席のチケットは即完売で超人気のコンサートになっているんです。しかし年に1回の開催が精一杯なんだそうです。なぜかと言いますとこのベビーカー OK でしたりとか子供に合わせた会場を作るために通常のコンサートよりも入場数を制限しているんです。ですから収支は赤字でたとえチケット代金を2倍にしても厳しいということなんですね。急遽では福
岡の街のオーケストラとしての使命感があるというふうにおっしゃっていたんですが、哲夫さん、やっぱり続けていくためにこう協賛している企業などとつながっていけるとよりいいですよね。簡単ですよ、国が補助すればいいんですよ、こんなの。ね、共生社会ってこういうことですよ。子供から何からみんな一緒にいる。子供はね、泣くのが仕事、ね、暴れるのが仕事でしょ。それを一緒になってっていう、でみんなでそれを楽しんでる、これが共生社会。これね、高齢者であろうが障害者だ同じだと思いますよ。岸田さんこの前子育てでほら、どっか国立博物館のところに子供レーンを作るとか言ってるでしょ、分けてどうするんですか。もう、ね、これこのニュース本当岸田さんに見せたい僕、で国がこういうところにちゃんと補助しろってことですよ。そうですよね、本当に素晴らしい企画で、もう来た人はまた行きたいというふうにおっしゃってたので、ぜひ、ね、続いていってほしいなと思います。まあ、そして子育て地はなかなかこう予定通りに出かけたりするのも難しいですから、何回かチャンスがあると親にとっても嬉しいのではないかなと思います。はい、このプロの演奏を子どもと楽しめる素敵なコンサート、福岡に根付いて全国にも広がっていってほしいです。